試合の分析をしていきます。これはインターネットではなくて、人と指した試合です。持ち時間は30分10秒でやりました。30分もともとあって、1手指すことに10秒プラスです。見ていきます。中法で、相手これで順守法ですね、になりました。まあ、ここまではよくある形で、ここからこうするのはあんまりありません。でも、まあ、インターネットで指したことは何回かあります。で、いつもこうしてます。まあ、ここまでは自然です。この手は初めて実践で見ました。やっぱりこの手は少ないみたいで、こう指してから赤が結構プラスになりました。パソコンではやっぱりこれが多いみたいです。で、こう進んで、こうして、こんな感じで進む変化があります。で、こう入ります。で、こうして、これまた渡って、こうして今車に当たったので馬に当て返して、これで守ったと。で、もしこうしたら、こうなって、こうなって、こういう感じの変化。で、進むみたいで、こう進むと赤がすごいいいです。プラス290。まあ、この時に、こう取ると、そんな感じで、パソコンは、ここは取ると今みたいな変化で、こうどんどん悪くなっちゃう。これ、こうしたのはし、この、これがあるので、こうして、こう下がって、こんな感じで、なった変化で赤が290プラス。で、なので、取らないで、こうした方がいいみたいです。こうしたら、こう、今当たってるんで下がって、こっち来て、こっち取って、こんな感じで進んでいく。と、まあ、赤がプラス190で、まあ若干赤がやりやすいけど、まあ黒もこの渡った処置とかあるし、ゆっくりやっていったらやっぱ中局が強い方が勝つって感じだと思います。で、実戦は、この手が一番良かった。良かったじゃない。この手じゃない。この手が一番良かったけど、実戦はこうした。で、今まだこの変化の途中の、今この変化見てて、さっき。こうして、こんな感じで行った時に、こう取って、これ渡ってこうしたんですけど、こうしないでもし、こうとかだったら、こう取られて、特に、なんだろう、なんでもないから、まあ大丈夫。これで、でも赤がプラス160だから、まあまあ、まあでも赤の方がいいですね。で、実戦はこうしないで、こうした。これは少ない手で、まあ、ここら辺はずっと、ここまでパソコン通りです。お互いに。で、これで赤がプラス100とかになってるんで、結構この方がここに入った手はあんまり良くなかったみたいです。で、こう下がった時に、実戦はこうしたんですけど、こっちの方が良かったみたいです。こうしたら、ここまで下がって、こうして、こっち来て、車が出て、こうした。で、方がこれ、交換したい。で、車馬に当てて、こうしたと。で、こっち来て、取った。先に方取って、相手が馬取って、車出て馬に当てて、馬が下がって、馬が出て、こんな風に進んでいくと、なんかすごく赤が攻撃してる感じ。こんな感じで進んでいくと赤がすごいいいです。なんか結構攻撃してる感じあります。こうやって進むと赤が数値的にはもう600ぐらいプラスになってます。で、まあ一応こうした時に、
黒が馬に当てた時にこうしてこう下がってこんな感じで進みました。さっきこの時にこうじゃなくて、もしこっちに来てたらこう一回こう守ってからまたどいて、これ何もやることないんで、こっちにこれでもやることないんでどいてこうしました。これは次車出た後こうしたんですけど、こういうふうにこう、まあ、こっちもこの馬を守ってるんだけど、これがこう動きづらい。で、こうして、こうしてっていう感じになると、まあなんか、赤としては結構満足かなっていう感じです。やりやすい。まあ、この辺がちょっと動きづらいから。で、まあなので、この時にこういう手があったみたいです。で、実験をこうして、相手馬出て、これで、まあ、ここまでは自然で、相手こうしたんですけど、実験の時もこっちに下がるかなと思ったんですよね。こうした時に。で、パソコンもこっちの方が良かったじゃないかって、黒の分析出してて。こうなったら、一回下がって、車こうやって守って、方が開いて、入って、こんな感じになって、で、まあ C 車があって車出て、こんな感じで進むと、まあこれで兵取って、結構赤もまあまあやりやすいと思います。やりやすいけど、でも、部数的には120ぐらいのプラスなんで、まあまあ、均勢です、まだ。ちなみにさっきこうして、ここまで下がって、こうして、こうして、こうして、こうじゃなくて、まあ、せっかくこのラインにいるから、こうとかだったら、こうして、なんだろう、こんな感じで進んでいくと、まあ、やりやすい。こうすると、赤が150ぐらいプラスでやりやすそうでした。でも、いい方行って150で、普通の方行って120とか、そんぐらいのプラスだったら、やっぱりこの時にここまで下がってやるのは、プロとしてはいいんじゃないかなと思います。で、こうしないで、実験はこうなりました。で、この時結構何するか考えたんですけど、まあこうして、これパソコンも一応これを推奨してました。で、相手こうして、ここまでは、なんだろう、パソコン通りの変化です。で、相手こうしたんですけど、パソコンは先に車が出る手とかを推奨してて、出たらこうやって馬が跳ねて、下がって根をつけて、こっち馬出て、こうしたら、これ取って、車で取って、こうで当てて、こんな感じになる。こうすると赤が250プラス。かなりやりやすい。で、まあこの時に、こうすると後でまたこうやって当てられるので、こうしないんだったらこれとか。で、これ取って、取って、これ取った。今これ取ったら、これが落ちるから取らない。こっち来る。で、これが、中平が取れる。っていう変化、まあこれもやっぱり赤がいいです。で、まあ一応なんだろう、そんな変化もあったかなっていう感じですね。まあさっき見たのはこれで、こういう変化でこういうのがねある。で、まあこれとこれが良かったよってパソコンに言ってたけど、実践はこうなって、でもまあ下がったらなんかやりたくなる手ですけどね。で、こうしたんですけど、この時点でも赤が200プラスです。で、実践はこう進んだんですけど、一応先に下がるって似た変化になるんですけど、もうパソコンを上げてました。で、こんな感じで進む変化をパソコンを上げてて、こういう変化でもやっぱり赤がプラスで、なんかもう一回200ぐらい離れてから、なんかどんどん進むごとにマイナスに、
なんか、まあ、赤がプラスになっていく、相手がマイナスになっていくみたいです。これ今赤がプラス260っていう感じでした。で、実戦はなんかこうして、車が出て、ここに当てて、ここら辺はパソコン通りのことをお互いやってます、ここまで。で、相手こうしたんですけど、パソコンはこういうのを上げてました。真ん中がついてく。この時に真ん中ついて、こうして、こうして、こう、この時はなんかこうすると、これで、こんな感じで進んでいくと、なんだろう。特に、黒も大丈夫みたいな感じで、数値的に140ぐらい赤がプラスっていう感じになります。なので、この時はこうするよりも、こっち取った方がプラスみたいです。取ったら、こんな風に進んでいって、兵取って、車出て、こんな感じで進むと、まあ、大きい駒が交換になって、こうなったんですけど、駒の位置的な問題とかで、だと思いますけど、赤が数値的には380って出てます。なかなか大きいプラスですね。で、一応まあ、こういう手、あ、こういう手じゃない、こういう時、この時にこうやって進むのもあったみたいです。実戦は、こうして、この時は、これで、いけそう。で、相手ジャンしたんですけど、ジャンしないでも先に馬が下がって、こうやって出る展開をパソコンは進めてました。で、象上がったんですけど、象上がるんですけど、これもし上がんないでこう取ると、これで、これダメですよね。だから、この時は取れなくて、一回象上がって、車出て馬守ってから開いて、これがついて、出て、こうしました。今、車に当たってるんで、この方を取ってる暇はないので、とりあえず一回シャツを狙って、こうしました。で、こう下がって、こういう感じ。これかなり今変化複雑なんですけど、こうして、こうやって進んでいくと、なんかすごい。赤がすごいいい。ここまで進むと赤が470プラス。でも間結構複雑だったんで、間違えたりするとまた大変なんで、この変化はかなり難しいかなと思います。この時にこれ。実戦は一回、ジャンしてから C 下がって、で、こうなりました。で、こうやって馬が入って、こうしました。ここで駒得です。でも、なんか駒得した瞬間、なんていうか、緩い手を指した。これ。あ、これはまだいい。これで、なんかこうなったんですけど、この時一応これで、次のなんだろう。実験これでこの手は分かってたので、なんか、象上がるのとかも考えたんですけど、それが正解でした。こうじゃなくて、こう刺して、こうやって、なんて言うんだろう、健全に進んでいけば、なんか500プラス。500持ってると、楽。で、こうしないで、実戦こうしたんですけど、これで、ここですごいミスが出ました。なんか知らないけど、下がって守ろうとしたんだけど、守れないって、ここに車があるんで。なんか考えてたんだろう。たまにこういうよくわかんないことを、ちょっと自分優勢だなと思った時にやるんですよ。で、まあもちろんこれ渡って、この時点で、なんか今まで400何十プラスだったのに、どっかに行っちゃった。なんか、赤のプラス180です。でもまあ、こっから大きなミスをしなければ大丈夫。というか、この時にこれ以上大きなミスはダメだと言って、気持ちはちょっと真面目になりました。で、まあ、ここまでは自然です。自然だけど、まあ、その、プラスはどっかに消えていった。大体こうしたんですけど、ここで一回これ取って、これでこういう風に進んでもいいみたい。
です。で、こうやって進んでも赤プラス60で、大した優勢じゃないけど、まあ、均勢を保ってます。で、実戦はこうして、まあ、これも一応パソコン通りです。で、こうジャンして、こうして、これ取って、実戦こうしたんですけど、相手がこうしたんですけど、この時これ結構大きくて、こうしてれば結構相手が良かった。こうしたら一回これで馬が車に当てて出ました。で、車交換してからこれで、これが今すぐには取れないので仕上がって、とかやっていくと、これ赤、あんまり良くない。だいたいちょっとマイナス、ちょっとマイナス20ぐらい。良くない。これは一つ一個ここまで入るとなかなか強いので、この時にこうしてれば結構赤が大変だった。で、実際こうなって、こうなっても別に大変じゃないわけではなくて、まあ赤でも90ぐらいプラスになったんでよかった。で、相手こうして一回ジャンしたんですけど、これもパソコンは先にもう、これは守れないから、とりあえず象取って、取って、これ取って、これで兵が全部なくなって、相手3つ兵が多い。で、こうして、それから、こうして、こんな感じで進んでいったらいいんじゃないかと。で、まあなんか実戦はこうしないで一回ジャンして、士が上がってから取って、こういう形になりました。で、相手こうしたんですけど、こうして結構黒のマイナスが出てきたので、一番黒として頑張っているのはこうだったみたい。これで一つ取って、今ここにあったんですけど、一個兵取って、こっちも取りに行きました。で、上がった。こうしてる。こうなって、これで取りに行って、これで方に当てた。でもまあこれも守ってるから、これ取って、こうしてる。で、こんな感じで進むと赤がプラス60。で、まあこうしないで、実戦はこうなったんですけど、ここをジャンして、これで、この時で赤がプラス300で、この時にこう下がったじゃない、どういたのが結構やっぱり大きかったみたいです。で、こうなって、でもこれがね、よくわかんない。これね、やった後に、よくわかんない。この手あんま意味ないなと思いました。意味ないけど、動くタイミングもあんまりなくて、なんかこの車この辺いて、なんかあんま攻撃をこの2個から感じられなかったですね。これやってよくわかんないと思いました。でもなんか最後の方まであっち10分ぐらい持ってて、こっち4分とか3分ぐらいしかなくて、ずっと時間差はあったと思うんですよね。で、だから相手の方が考える時間あったと思う。時間なかったな。こうした方が、この時、良かったみたい。これ一瞬考えたんですけど、象上がって何でもないかなと思ってやめちゃったんですよね。で、そしたらこうやって馬が入って、また象下がって、歩を引いて馬に当てた。で、馬が下がって、こんな風に進んでいくと、まあ、次これがあるので、一回下がって死を守って、これ細かいんです、これ。で、車が下がって、で、歩を交換した後に、こんな感じで進んでいくと、まあ、なんだろう。兵これで1個取って、2個、馬と車、で、歩を馬車で、赤の方が良さそうですね。みたいな感じです。馬の位置も相手悪いし。で、こうやって進むと赤がプラス450でした。450は大きい。でもなんか一言しないで、この時に、こういうことしないで、こうして、これやってから本当にね、これ何したかったんだろうと思ったんですけど。で、相手こうして、なんかこれし、車が2個あるから1個、この歩を引けてでも士を取ったら大きいかなと思った。で、今だったらこう取って、取って、取ってで、両方士落ちて、これ危ないやつだと思って、守んなきゃと思って、なんか、こうやって守ったんですけど、
こういう、この時に、こうし、相手こうして、こうしたんですけど、こういう方が下がる守り方もあったみたいでして、方が下がると、特に攻撃ないからまたこう下がって、なんか飛びまくってる。こう下がって、こうやって、行って、こんな感じで1個交換してから、こんな感じで進むと、この処置が1個ぐらい取れそうですね。赤がプラス260で、やっぱり赤がやりやすいので、こうすれば、特にここに来たこの攻撃は何ともないので、そもそもそこに行かないで、パソコンはこうやって、方が真ん中に来る方がいいんじゃないかと言ってました。この時に方がこうしたら、やっぱりこれが危ないので一回下がって、死を守って、真ん中から入ってきて、こうして、こっち行って、実行されると、あ、こうはできない。これがあるから。もう、危なそうだから一回出て。で、こうやってすれば、まあ、黒の攻撃は全部一応かわしてる。で、220赤がプラス。で、ちなみにこうして、こうしたら、こうして、こうして、こうしないで、こっち渡ったら、こうやってどいて、こうして、これが取れる。で、こうしたら、こうする。まあ、これで、ジャンで抜かれたけど、まあ、こうすると、もしこうすると、これで、ダメなやつですね。なんか、チャンして、馬がすごいいいところにいて終わっちゃった。だから、この時、こう取れなくて、また戻って、こっち取って、チャンしたら、こう出て、そう上がって、こんな風に進むと、次ここら辺行ったりとか、これはあれですね。赤がすごいいいやつです。数値も1800とかプラスなんで終わってます。だからまあこの時こうできないで、この時こうじゃない、こうできないで、こうしなきゃ、こうしたけるのがいいみたいです。で、でもこれで、こうして、こうして、こうして、で、こっち来る。で、これで220なら、まあ、さっき300とか400とか離れる展開もあったから、これでいい。220の赤のプラスなら、まあ、黒は最善を尽くしていいかもしれない。で、実戦は、こうして、こういう風に進みました。これは良くなかった。なんか、一個なんか今、馬、車、車で、相手、馬、車、車なんで、駒一個多い時はいつも、なんか大きい駒を交換しようと思ってやってるんですけど、だからなんかこうなった時に、なんかすぐにこう刺したんですけど、これを刺して、こう普通に交換して進んでったんですけど、なんか、実戦は、こうだったけど、こういう風に進むと赤が、なんか、プラス170ぐらいで、なんか今までの結構大きなプラスがどっかに行っちゃってたんで、良くないみたい。だからこうではなくて、この時はこっちに行く方が良かったとパソコンは言っています。で、こうして、方を取って、車で方を取り返して、ここまで行って、こうする。車下がって、こういう風に進んでいくと赤プラス590。すごくいいです。で、実戦はこうして、相手馬出て車に当てて、こうしてこう交換になって、相手こうしたんですけど、パソコンは車がこっちに行って、こうして、こんな風に進んでいくと、
先にチャンです。これもしこうしたらチャンして、これでこうやって落ちて、赤が730とかプラスなんで、こうやってチャンされた時にこうじゃなくて王様が出て、でこれ取ってチャンして C 下がって、この C 取って、これでこんな感じで進むと赤がプラス190です。190も大きいけど、でも実戦のなんかこうやって進むよりは多分黒がすごいやりづらい。こう進んだらもう赤はすごくいいですね、やりやすい。で、まあ一応こっちの方がでも良かったみたい、全体的に実戦よりは。でも実戦こっからすごい大変で、多分赤も相当いろいろミスが出て、でも黒もいいって見逃してたりとかあると思います。で、こうして、まあ、象がなとか言って象上がったんですけど、こうしたら馬も帰れないしいいかなと思ったけど、やって、これダメだって思いました。あれ象と思って。でもとりあえずこうしたんですけど、これで、この時で赤が、こう象が交差して、車が交差してから赤またプラス170。良かった金星がまたあんまなくなって。で、こうしたんですけど、実戦よりもこうした方がいいよってパソコンは言ってました。で、これもし取ったら、こういう風にして、今これに当たった。まあ、一回こうして、こう、サツを狙って、これでサツ回避。で、これで馬に根をつけて、仕上がって、まあ、こんな風に進むと、なんか、お互いになんか動かなければ、なんかこの辺どうもならない感じで、一応数値もあんま大して変わらず160です。赤がプラス。で、まあ一応なので、こうして、こっちの方が良かったみたい。実際こうして、相手がこうして、これもパソコン、赤パソコン通りです。で、こうして、こうなって、こうしたんですけど、で、なんか、危ないと思って、こっちのジャンが。こうしたんですけど、これが間違い、ミスの手です。これ取ればいい。取って相手がこう取ったら、別に今これは馬がね、ついてるので、これで。で、これこう取ると、全然赤大丈夫ですし、こう抜かれたら大変攻撃がありました。で、赤がプラス470だったのに、こうして、こうして、こうして。こうして、なぜかこうしました。ここは大変で、相手がこうして、でも今この時はなんか赤が60プラスで、なんかどっかにさっきのいいプラスは消えていった。でも次これが危ないので、と思ってこうしたんですけど、これが一番多分大きなミス。交差した瞬間に、ここ一応赤プラス60。交差して赤マイナス260。すごい。60からマイナス260になった。この時こうすれば全然何ともなかったです。チャンスされてこう下がったら取って交換して、これで60。っていう感じでした。で、間違ってこうして、相手も間違ってこうしたんですよ。こうして、でもこれでも相手のプラスはプラスに変わんないんですけど、交差してると、あんまり思い浮かばないけど、交差したら、なんだろう、こう取っても、こう取ってみて、危なそうだけど、これジャンですね。入る。で、これで頬に当てて、こうして、まあ、次刺すとか嫌だから、こうして、これ取って、こんな感じで進んで、これで、なんだろう、赤270。さっきあれだったけど、なんかこれでも、なんだろう、馬、方で、兵が3つもあるし、こっち危ない、この攻撃が、こっち側の攻撃が。結構大変な感じです。だからこうやって刺してると、この時にこうやって刺してると、かなり、赤が、
大変でした。実験はこれでジャンして、怖がって、これで、今赤がマイナス220。危ないことに変わりはない。で、なんか、交差したけど、もう、なんかもうこの時もこっち行った方が良かったみたいな人って、ジャンして抜かれて、これでジャンで入って、こっち行って、こんな感じの方が、まだ良かったみたいです。もしこっち行かないで、これは、なんか、すごいよくわかんない変化なんですよ。こういう風な感じで進む。でも、赤マイナスです。赤マイナス230。大変。これで、大変なんです、これ。で、こうしたんですけど、実践。相手こうして、こうして、これ、ダメ。これもう、ダメな手なんだけど、なんか成り立っちゃった。この時はもうなんか、こうしてるしかなかったみたい。今、ジャンされて、これ。で、車ジャンして馬取って、上がって、上上がって、これで、こんな風に進む。のが一番マシな変化。でもこれでももう一つこんなにいっぱいあって、上もないし。で、赤、マイナス630。やばいやつですね。で、なんでこれでこうしなきゃいけなかったかというと、実践こうしたんですけど、で、相手上上がったからなんか生きてたんですけど、これで、実は殺だった。一手殺を見逃してくれた相手がいる。感謝しよう。いや、でもほんとこれ、これ上がって、あ、これまずいやつですね。で、あ、まずいやつだと思ったから、すぐ逃げたん。これで今、なんだろう。これ相手交差して、赤がこう逃げてから赤マイナス80っていう、なんか一気にこう、生き延びた。で、相手こう取って、こう出たんですけど、これ今動いたらこの馬なくなっちゃうからもうしょうがないからじゃんですね。で、こう取ってからこう下がりました。でもなんかパソコンはこっちにどいていいんじゃないって言ってました。で、こうしてこんな感じで赤マイナス5。マイナス5って大体0だから金星ですね。そっか、こうしてこうして。確かに。で、こうしないで実践はこうしました。で、こうしました。もうこれも自然です。で、こっち行ったんですけど、この時で今赤が一応こう相手が1つついてマイナス150です。で、こうしたんですけど、パソコンはこれでこっちによれば、もともとこっちにいてこうどきたいんだ。こう、真ん中攻撃とかこっち当てたいとかだったら、これがどけばいいから。どく方を推奨してました。こうしたら、まあ、視野上がって、こんな感じで、進んで、まあ、あんま変わらない。マイナス150前後。実戦こうして相手を当たって、こうして視野上がったんですけど、黒が一回ジャンして、こんな風に、刺してても、これ、一見取れそうだけど、取るとジャンで車があれなんで取れなくて、こうして、で、こんな感じで進むと赤がマイナス250。札の数がね、札が地味にこうやって上がってくる。大変。駒が一個多くても、この形はダメなんだってさ。でもやってるときは、そんなに自分がダメだと思ってやってなかった。途中の辺危ないと思ったんですけど、この 馬がここら辺にあるとき。なんか、途中からなんか、あ、なんか生きてるわ、みたいに思ってたけど、良くなかった。マイナスであることに変わりはなかったですね。そっか。で、視野があって、こうして当てて、車こっち来て、こうしました。このときで赤がマイナス130。で、相手こうして頬に当てて、こうした。
でもなんかこの時はチャンして、飛車があって、これ1個でも1つ取って交換して負けがない形を作るのが健全だったかなと思いました。パソコンもこういう展開を進めてました。まあこうなったらあんまり、なんだろう、ちゃんとこの形1回整えていろいろやれば負けなそうです。で、実戦はこうしました。で、相手こうしました。こうして、こっち行って、こうしたんですけど、これは良くなかったみたいで、パソコンは、馬がこっちに行った時、こうして、こんな感じで進んでいく方がいいんじゃないって言ってました。馬下がって、こんな感じで。マイナス280。280って結構大きい。でもこの時もしこうすると、一見なんかこれだったらこれでできそうだけど、こうしたらこうなって、今ジャンなんで、こうして、こうして、こっち取る。で、こっちこうして、マイナス370。こっち取ったら、これでこうやって当たる。マイナス750。じゃあまあ、こっち取ってマイナス370選ぶ。でもこれ大変。市がこんな、京とか市とかがない。で、ソフト車はかなり辛い。で、実戦はこうしました。相手こうしたんですけど、これが良くなくて、こっち側来れば、こうなって、これ。こうして、取ります。で、こうして、こうする。こっち取る。ここに下がる。これで、マイナス220。いやー、なんか、大変です。でもまあ、なんとかまだなってます。生きてはいる。なんで相手一応こうして、こっちの方が、こうやって進む方が黒にとっては良かったみたいです。で、実戦こうなって、こっち行って、こうしたのが、それはまあ取るですね。だからなんかこっちの方が良かったみたい。じゃん。飛車がある。で、これにまた当てて、こっち取って、じゃん。こんな感じ。で、進むと赤がマイナス180。黒がまだいいと言っています。こうしてれば。これ最後の黒のチャンスだったとこかな。で、実戦はなんかこうして、これなんでこうされたのかよくわかんない。未だにわかんない。で、こうして、チャンして、C が下がって、これで、これで終わった。次シャツ。こっち出れない。一応この時に C 下がって、こうしてれば、チャンしてこれで1個取ってから、こんな感じ。で、赤がプラス720。で、これもまあ、ゆっくりやって大丈夫そうです。まあ、そんな感じで、なんだろう、すごいやばいところとか、すごいミスだらけの中盤があったけど、なんか、あれですね、時間があんまりないとかいうのも、最後の方あったりとかして、大変な形になってましたけど、まあ、人間っぽい、間違えたり、なんか、成功したりとか、試合で、まあ、良かったかなと思います。これかなりダメなところがいっぱいあって、一手指しで終わってたところがあったことが結構衝撃的な それを見逃してくれてる感じ。まあ、あれですね、実戦もなんか、一手指しを相手が見逃した後に、あ、なんかこの形やばいと思ってすぐに王様が出たけど、大変でしたね。どこだっけ、それ。
もうちょっと、あれだね、この辺、ここだ。ここちょっと、これ、ここ、相手が上がって、あ、こっちも攻撃ないやって思った時に、いや、攻撃ないっていうか、これやばくないみたいな感じで、こうして、これではダメですね。何考えてこういうことしてるんでしょうね。一手指しでした。これはかなり危険な形ですね。こんな感じで、いろいろちょっと衝撃的な場面がいっぱいある試合でしたが、運よく勝ちました。ラッキー。試合の分析をしていきます。この試合も人と指した試合で30分10秒の試合です。私は黒です。で、まあ中方でこれのよくあるサマバンカの形になってこうされました。これは珍しくって、先に馬が上がってからここに来るとかはあるんですけど、先に方が馬上がらないでここに来るのはあんまりない開脚です。で、実戦はこうやって決めました。これは多分ここまで自然です。これ取ったらこれで終わるので、こう取って、ここまで自然な開脚です。で、C こっち上がったんですけど、パソコンはこっちが上がるのを推奨してました。で、まあ、こう進んで、行くと、割かし、いいけど、まあ、上1個取ったは取ったけど、まあ、そんなどっちがすごいっていう感じでもないです。で、まあ、こう進んでいく方が、こう進んでいくじゃない、こっち視野があって進んでいく方がいいんじゃないかって言ってましたけど、まあ、こっち上がったからって異常に今すぐマイナスになったわけではなくて、これでなんか相手がこうしたんですけど、とりあえず先にこっちを食べることが重要みたいです。まあ、こっちが上がっても変化は似てて、さっきのやつと。こう取って、こんな感じで進んでいくと、まあ、金星かなっていう感じです。で、先にこれを食べないで相手がこうしたので、なんかこうなって、なんかこの馬があれだったんですけど、実戦。でもなんかこれでもこの時は、これ実戦もちょっと考えたんですけど、こういかないで、こうしたらどうかなと思ったんですよね。これ今、これがこうなってるんで、これで食べれないから。で、これって、これもやっぱ成り立つみたいで、こっちの方がパソコンはいいって言ってました。で、こうしたら、例えば相手が視野があったら、こっち取って、こうなって、これで、これで、こんな風に進んでいく感じです。これで赤マイナス300です。こうしたらもう本当に一気に赤がマイナス300ぐらいになってて、多分こうして、これが良くなかった。先にこれを取らなきゃいけなかった。でもこうしたことに対して、こうしないで実戦は、なんか、こうして、そんなに、でもこれでも黒がプラスです。赤が異常なマイナスにならなくて、これが重要な一手でした。もしこうしないの他の変化もちょっと考えてみたんです。例えば単純にこれ取ったら、多分これでダメですね。で、なのでこうして、あと例えばこうしたら、こっち取って、これで、取って、こっち来る。で、こうして取って、こうやって進む。これも赤がマイナス450です。で、なので、こうするのが重要だった。でもしないで、こうした。これなんかでも、なんかの試合でもこれ見たことある気がしてる、この時に。こう取らないで、その時もなんか、こうした方が良かったんだってパソコンで見たような気がします。で、こうしないで、こうしました。で、車が上がって、で、この形で今赤が270です。これ車上がんないで、どうせ下がるなきゃいけなくなるので、下がって、これで、なんかこうやって、
進んだ方が良さそう。良さそう。まだいい。でも赤が今マイナスはマイナスです。で、こんな感じ。でもまあこうやって進むと赤、大してマイナスじゃなくなったら結構頑張ってきて、マイナス4、50ぐらい。大したマイナスじゃなくなりました。多分だからこっちに進んだ、先にこうした方が良かった、この時に。で、こうして、今見た変化、こうやって見てきて、ここの時に、こうして、こっちを取らないで、こう取ると、こうなって、こうなって、こうなって、これで進んで、赤がマイナス90。で、ここで、こう取って、こう取って、こう取って、これ今見てきて、こうしないで、こう渡ったら、こうして、こんな感じで進んでいくと、まあでも、黒も大丈夫。これちなみにこうじゃなくて、こうした方がいいみたい。で、こう入って、で、こんな感じで進んでいく。で、これで今、まあ赤がマイナス80だけど、そんな異常なマイナスではなさそう。で、なので、先にこうした方が、この時にこうした方が、この時にこうした方が良かったみたい。実践はこうしてから、こう疲れてこう行って遅れてこう下がったんですけど、まあ、見ていきます。で、こうして、こうして、ここが問題でした。さっきこうしたんですけど、それでこうしてこうしてこうなって大変と思ったんですけど、先にこうじゃなくて、行ってこう、当てる。と、まあ、もし、こう取ったら、この車がこの線からいなくなったんで、そこでこうして、ついて、こっちの線取って、こうする。先に出ると、こう食べてる余裕はなさそうで、まず視野があって、こう取ってじゃん。こっちに上がると、今、上上がるとかはもうダメなので、視上がるっていう選択なんですけど、こうすると、こうされて終わり。これでもうこれで終わりなんです。池がない。で、長生きのためにこうやって駒をしてて、3個してて3回を長生きして、これで終わった。だからこれはダメで、こっちに来る。そしたら、こうして、これ難しいんですけど、こうします。取った。王様上がって、こうした。じゃん。取らせて。じゃん。こうする。で、馬が C こうして。C これ抜いて、なんか取れる。で、まあこうしたんですけど。こうするのが、まだ赤に取っていいってパソコンが言ってた。で、取って、これで、じゃんして、上がって。で、こっち取って、今これで赤が880マイナス。で、もうダメなやつですね。ちなみにこの時に、あ、じゃあこれがこうしないで、こっち来ればいいかと思ったら、これはすぐ終わるやつです。じゃんです。これで、このじゃんで、こっち来れなくて、こっち王様いると終わった。だから結構、一回、なんだろう、こうやって当てて、取ったら、これで、だいぶ、良かったみたいです。そうだね。これ、すごい、頑張っても、これで、どんどん、マイナスの、数値が、開いていく。これなら、これで終わりですね。で、だから、これが、こうするっていうことでしたね。でも、これ取って、これ、じゃんして、これで、マイナス880赤。で、なので、さっきのこの時に、一回こう当てるのが正しいって言ったんですけど、これに対して黒は、こう取れないんですね。取らないで、こうする。こうやって進むと、
こっちの県にいた方がいい。こうして、こうして、こうして、これで。一見サスなんですけど、こうして、こうして、こうして、こうやって取らせると、取ると、これが取れる。これ、今、ジャンになっちゃうから取れないんですね。だから、こうして、こうはできなくて、こうする。で、象が上がって、取られたらダメだから、象が上がって、相手も視野上がって、こうやって入って、こう守って、こうして、こんな感じで進むと、黒の方がいいみたい。多分赤マイナス150ぐらい。でもこれ、もしこうじゃなくて、こうとかしてたらもうこれでダメ。なので、この時ここがかなりポイントで、一手当てて、どかせて、こうして、こうして、こうなって、これですね。これが危なそうだけど、大丈夫だったんだ。実戦もこんな形になりました。こんな感じ。実戦はですね、こうしないで、こうした。これで、これで、あれ、これ、死んだんじゃんと思って考えちゃいました。で、なんか、こましてたんですけど、これでこましてて、相手がこうして、でもこの状態で赤が、数値プラス100。で、なんかこうしないで大丈夫だった。これでさっきの局面似てる感じ。こうして、こう取らせて、取って、これで、こうして、こうして、こう追いかけて、これ取らせて、こうして、こうして、これで、こんな感じで進むと、まあ大丈夫。金星だけど、ちょっと黒の方がいいかもしれないですね。そうか、これが大丈夫だったんだ。なんかこの時に、一瞬考えたんですけど、やっぱどう見てもダメそうだと思ったらダメじゃないんで、この馬取ったらこれが取れないんだもん。それを見落としてました。これで、これで、この車はこう取れないんですね。取ってもこれが落ちるから。で、こうして、これ。これはなかなか考えてなかった。一瞬で、あ、これダメだって見切りをつけてしまったけど、ダメじゃなかった。で、まあ実戦はこう進んで、こうして、赤100。でも次が問題で、こう刺して赤がプラス430になった。この手が超ダメだった。こう刺して、こうして、こっち来て、一回、これを狙って、まあ今、馬の位置は、根はついてないや。これがここにあるから。馬の位置ついてないから、シャツだから、こう上がって、こうして、こうする。で、これで、こうして、こんな感じで、進むと赤がプラス150。なんかまあ、黒もまあ、なんだろう、頑張ってる感じです。で、実戦こうしないで、こうして、マイナスです、黒。赤が430プラス。で、まあ、こうして、こう取って、こうなった。でも、これは死は上がり方が相手は間違えた。こっちは上がんないと危なかったみたいで、こうやって上がってれば、そのままこう進んで、これで、なんだろう、赤のプラスキープで、しかもプラス550とかで、もう単純にいい。でも、なんかこっちは上がって、まず数値がなんか300ぐらいプラスにとどまった。多分。でもこうして、こうしたら300多分、この時か。視野上がって200ぐらいプラスか。なんか変なの押しちゃった。どこだ、どこだ。視野が多分ここ。これでなんか多分200ぐらいで、こうして、こっち上がって、待って、この局面プラス200ぐらい。でもこう上がったらマイナス740になった赤。プラス200からマイナス740。そんな悪いかって感じなんですけど。これはなんかパソコンで分析したら、こうしなきゃいけないみたい。こうしたら、こう出て馬に当たって出た。こうする。象を狙っているけど、先じゃん。仕上がって、これで。まあ、一応取ったら C 下がって、車が当たってるんでどいて、
こうやって入っていく。これで赤が、なんか、プラス330。なので、この時、こう、王様出るのが重要だった。じゃあ、相手こうして、でも、ここでマイナス740になったのに、私間違えて、こうして、これで赤マイナス70になった。で、それで言うと多分、この、なんだろう、この車1手出たのが、700も下げた手なのかな。わかんない。ちょっと笑っちゃった。ここが、これが200赤プラス。1手刺して、マイナス740になって、1手黒が刺したら、なんか、マイナス70になった。どんな手？これ何を間違えたかというと、こうしてればよかった。実際も読んだんですよ、これ。で、こうして、こうなって出て、これで、なんか、なんでもないじゃん、これ食べれるじゃんとか言って思ったら食べれない、食べたらこれで終わったんですね。だから食べれないから、こうなったら、こうできなくて、また王様が入るしかなくて、チャンして、C 下がって、これが食べれて、また C 上がったら、なんだろう、こうやって車に当たって、こうして車取って、チャンで、C 取って、これで一つ守って、なんかすごく黒が良くなっちゃったみたいな感じです。で、それはすごいいいわ。で、なんかもしこの、この時に、こうしないで、こうやって王様出ても、結果は一緒になる。こうチャンして、馬上がって、これで、死で食べたら、また、これで刺せたから、こうやって戻る。で、今さっき見た変化に合流する。ので、なんだ、ここ。ちょっと変なことをした。この時に、こうしてれば、すごく黒が良かった。何考えてる？これでなんか、あんま良くなくなっちゃった。で、こうしたんです、相手。なんでさっきから変なのをするんだろう。ちょっと最初に戻って。これで、戻り、行き過ぎた。こうして、なんか赤がマイナス70になって、で、こうした。で、相手こうした。これも自然です。で、こう下がって、相手こうしたんですけど、この時はこう取って、これで、赤がマイナス120。こうする方が赤にとって良かったよとパソコンは言っていました。で、こうしないで、実験はこうして、で、赤マイナス150ぐらいなんで、これチャンしてマイナス50ぐらいに戻ったんで、この黒がこうチャンしたのは良くなくて、チャンしないで1個下がって、この局面で1個下がって、相手は士を組み直して、こんな感じになりました。で、じゃん、出る。こんな感じで、進むと、赤マイナス160だけど、まだ全然耐えてます。で、こうしないで、実戦はこうして、C 下がって、で、こうしたんですけど、で、相手こうしたんですよ。この時は車で食べないで、処置がついて、取って、こうやって進んだ方が、なんだろう、いいんじゃないってパソコンは言ってました。これで今赤マイナス100です。まあ、車と、馬方車で渡った処置で、相手も渡った処置あるから、まあ大体均整ですね。で、まあこうしないで、相手はこう取った。で、取って。で、今で赤がマイナス150です。でも、次の一手で、一番なんか渡れるから渡った自然だと思った手なんですけど、こう、今これマイナス150。こうしてマイナス40ぐらいになります。これあんま良くなかったみたい。パソコンはこうして、もうこれに当たった。で、これに当たってるんで、ジャンしたついでにこの馬が自由になれる。まあ、今視野上がってないけど。で、こうして、
こうやっていくとこう馬も動きづらくなって、これで赤がマイナス150っていう形をキープ黒ができるしできるのでいいんじゃないかと言っていました。で、まあ実戦はそうしないでこれ渡ってこうなったんですけど、でまあこう入っていって最終的には交換して、まあ続いていきました。まだずっと続けましたけど、大体馬法でこれすごい長い試合になるんです、こういうの。でもなんか兵取り合戦で兵取るの頑張ったりとかなんかして、最終的にはこれでもっと先まで来たんだけど、ここまで入力しました。うん、まあこんな感じの試合で、なんだろうな、この試合はまず開局が知らない開局、一手違う、順序が違うから分かんないなっていう開局でしたね。うん、この局面。で、まあ、なんだろう、ポイント、黒がポイントだったところは多分視野があって、ここをこうしないで、こうしてればもう一気に赤がマイナス300とかだったから、ここがすごいポイントでした。うん。で、実戦はこう指して進んだけど、これ、実戦終わったばっかりの時は、この手がそもそもこっから動いちゃいけなかったのかなとか思ったんですよ。これはパソコン通りの手で大丈夫で、これがダメだったん。こうやって一回当てるっていうのがあんま考えなかったから、これをこうしてれば全然違ったなっていうか思いました。うん。こんな感じで進む変化ですね。があった。こっち取っていったらこれで終わりですね。まあ長生き、駒を捨てて長生きしてこれで終わるやつなんで、こっちに行くっていうこの変化ですね。うん。すごいな、この手も。こんな感じですね。うん。それで赤が880マイナス。で、まあ、こうはできなくて、この時こうする。当てた、こうする。で、こうやって進んでいって、これも重要。あんま見えてなかった。こうされても大丈夫だった。そしたら、これでダメ。そっか。で、これでこうして、こうして、こうして。こうできないから、こうして。これで、大丈夫だったということですね。ここが結構ポイントかなと思いました。ここじゃない。で、まあ、後でこう進んで、これの、こうしないで、こう進んで、こうなった。ここも見えてなかった。こんなことしないで大丈夫だった。ここはこれでさっき見た手と一緒。これ。で、全然大丈夫でした。うん。ここね。で、こうなってからこれでこうして。多分赤のポイントはここら辺。うん。塩。こっち上がって、これで、もう全然大丈夫だったっていう感じですかね。で、実戦こっち上がって、こう続いて、この局面、ここを出るんじゃなくて、これは、こっちじゃん。これで、よかったんだ。なるほど、これは終わった。こうできなくて、じゃんが入ったら、チャンして、C 下がって、これ取って、C 上がったら、抜く。うん、なるほど。っていう感じです。この試合、なんかものすごく大変でした。で、なんかまあ引き分けで、よかった。うん。実戦の分析をしていきます。これも、家で指した試合で、
人と指してるんですけど、持ち時間30分10秒でやってますけど、なんだろう、お互いに20分ぐらい余ってた感じだと思うんで、多分10分10秒ぐらいでやってる感じです。後々見てみると。まあなんかちょっとこう人と指して、なんか駒を触ってやるのも大切かなっていう感じで、ちょっとたまに遊びみたいな感じで指してます。で、まあ私が今回赤で、こんな感じで中方で進みました。まあここまではよくある形で、これはあんまりありません。でも、なんだろう、インターネットで指されたことがあるので、分析したことがあって、これにはこれがいいだろうと。で、相手がこうしたんですけど、一応インターネットで前見た時も、黒の最善は確かこんなんで、こういう風に進んでいくんですけど、でもまあこんな感じで進んでいって、勝ち。今、これが当たってるので、こっちは取れません。顔当たって、こんな感じで進んで、赤が、ポイント的に120プラスです。こんな感じの変化が、なんか、まあ黒としても頑張ってる変化だってパソコンでは言ってました。なので、この時これが良さそう。でも、実戦はこうなって、でもまあ、やりたくなる手ですよね。で、こうしたんですけど、で、相手はこれでこう取って、実戦はこういう風に交換になったんですけど、こうやって進むと、もうこの時点で赤の方がすごい良くて、プラス270とかです。一応この時も、こうよりも、まだパソコンがこっちを占めてました。こう取って、取って、これで、こんな感じになって、進んでいきます。仕上がって、車出て、こんな感じ。で、こう進んで、こんな風に進んでいきます。で、こんな風になって、C 取って、こう取って、こんな感じになります。こうやって進むと、ポイント的には赤がプラス180。でも実際、車、馬、砲で、車、馬、馬、砲で、駒1個赤が多くてプラス180なんで、黒の形がいいっていうことでしょうね。だからまあ結構頑張ってる変化だと思います、黒が。で、こうするのが一番良かった。で、実戦はこうなって、もう大体なんか家でポコポコやってる感じの試合だと、もうこの形になった時点で自分すごいいいわって思って、なんかちょっと適当な雰囲気になる、なってしまった。で、こうしたんですけど、これもなんかもうパッと見あるけど、これよりもなんか先にこれの方が良かった。でもこの方が動けない。動くと、こっちに動くとこう馬が取られちゃうんで、動けるのが下がるだけで、今この馬方に当たってます。で、なのでまあ、こう取ればこう取られるんで、これも今こっちは取れないので、こう取って、こう取ってじゃない、こう下がって、車出て、砲どいて、で、こう、後から取って、車出て、仕上がってっていう感じにしてしまうと、これが動けないし、いいかなみたいな。で、赤がプラス300です。で、こうしないで、実戦はこうして、で、相手こうしたからまたこれが成り立ったんですけど、こうするよりも、なんかこっちの方が良かったみたいです。こうすると、こうして、ジャンで一回取って、シが上がって、で、こう下がって、車出て、こうやって車交換して、こうやって出ていく。こうすると、なんだろう、赤がプラス130。黒は結構良くなったですね。さっきのそもそもこうして、ここで赤が270プラスになって、でもこうして、
もしこうしてれば、こう今の変化で進んでいって、まあ黒十分耐えてる。130赤がプラスっていう感じになりました。で、実践はこうした後にこうしないで車がこう出て、そうするとこれで、やっぱりこうで当てたんですけど、こう進んでここで赤が420プラスです。もうなんかこの時に大体、あ、もうこの試合勝ったなと思って、なんか あんまり考えなくなったってすごいミスを出した。で、まあこの時、まあこれはこうしましたね。普通に多分こう馬で頬当たってるけど、取るとこれ卒が渡ってきたらやっぱりめんどくさい。そう。卒渡るとか、あとこうして後に、やっぱ良くないですね。だから簡単にこっちでは取れないから、まあこっち取ります。まあこれも自然です。なんかこれに対して、こうしたんですよ、実践。これも普通です。で、こう取って、ここでものすごいことしたんですよ。こうして。いや、なんか、これが後々こう取って、こっちに入られたら車ここにあるし、なんかあんま良くないかな、みたいな。で、なんか、黒の真ん中弱いから真ん中から行ってみようかな、みたいな。本当にあんまり考えてない感じで刺しました。で、こう一手刺して、ですね。この局面まで進んで赤がプラス420で、こうしてずっとこの420ぐらいをキープしてて、まあ400ぐらいをキープしてたんですけど、この一手でプラス400からマイナス170になる。なぜなら、ジャンして、この馬が死んだ。こう上がると、こう死ぬ。実験こうやって上がって、亡くなった。コマーション。なんかすごい簡単なコマーションを見てないんで恐ろしいです。で、赤としては、この時にこう刺してるとよかった。こう刺して、こうなると、こうして、こんな感じで進んでいって、まあ、ずっと400ぐらいのプラスをキープです。まあ、これで、こう刺して、この車がここの線から、例えばこういうふうにどいちゃうと、もうこれで、終わったので、こういう毒っていう変化はないので、一番いいのはやっぱりこっちに来る変化、この時に。こういけるんですけど、でも、もしじゃあ C 上がるとかだったらどうかなと思って、C だったらもう方こっちに回って、車がこっちの方入ってきて、一回ジャンでこれ下がって、車がこのラインまで出ると、やっぱり、そう上がって、なんだろう、黒が厳しい。こうやって進むと赤がさっき400くらいのプラスだったんですけど、570プラスとかになるんで、この時にこれも良くない。で、一番いいのがさっきのこっちの変化。一番いいって言っても今もう400離れちゃってるんで、大変なんですけど、こういう風に進むと良かったみたいです。で、まあ、ちょっとね、家とかでやってるとね、良くなった瞬間にね、ちょっと思考がね、緩いことをしてるというか、わけわかんないことして、大変になる。で、実験はこうしないで、こうして、なんか間違えちゃった。まあでも、こんぐらい間違えても、まあ家でやってるのは楽しめる。で、まあこうしたんですけど、パソコンは一応車先出て、上下がって、こんな感じで進んだ方が、まあいいんじゃないかと言っています。一応これで進んで赤がマイナス210です。コマ損してる割にまあ頑張ってるかなと思います。で、実践はこうして、こんな感じで進んで、これ、なんかこう出たんですけど、黒がこう取ってから赤がマイナス200ぐらいだったのがマイナス180になって、良くなってるんですね。なんか、だいたい均整モードになってて、黒はこう、この時取ったんですけど、取らないで、そう下がって、こういう風に進んだ方が良かったみたいです。こう進むと、マイナス赤が250。なるほどね。こう出た時に、先に下がって、もう、さっさと車を交換しちゃえば赤の価値はないんで、もう、ほうほうなんで。まあこれで、実験こうなって、ここをこう取って、この形で、こんな感じで進んだんですけど、こ
この時にこうよりもこうの方が良かったみたいです。こうしてこんな感じで進んでいく。で、もしこれでこうなればこういう形になって、今赤マイナス50です。ここを守ってもこうしてこうしてこうなる。これ取りますね。で、下がって渡って取ってこっち取って馬を取ってこうなるんですけど、これで赤マイナス50です。まあ、士も象も揃ってて車があるので、これだったら守りきれるかなっていう感じなんでしょうね、パソコンだと。引き分けできそうみたいな感じで赤がマイナス50って出てます。ここ。なので、まあ、こっち行った方が、こう、一つも取れるし、行った方がいいんじゃないかっていう感じですね。で、実戦は、この時に、こうしないで、こうした。で、相手馬が出て、こうしたんですけど、これもこうよりも、こうの方が良かったみたいな。どいたら、渡って、車こっち来て、こんな感じ。で、進む方が、まだ赤が頑張ってる。かなって感じです。で、実戦は、こうしました。で、相手が、こう下がったんですけど、パソコンの推奨はこっち取る。あ、でもこれなんか、パソコンの、その時の推奨はこうなんで、進めていくと良くなくなる。黒が、赤が良くなってくような気がしましたけど、こんな感じで進んでいくと、なんか赤がマイナス40とかになってて、なんか一瞬この時になんかこれを進めたんですけど、本当にかなって思いました。こう進めて、ずっとその後再現を進めていくと、なんかこれ赤こマイナス40なので、まあ実践のこれでも良かったんじゃないかなと思います。で、こうしたんですけど、これ今のこの状態で赤がマイナス180なんですけど、こっちの方が良かったみたい。こうして、こうして、今これに当てました。こうどいて、こっち来ます。こうして、これはちょっとポイントで、こっちに行くと、なんか赤にとってラッキー。こうして、今、車に当てました。方に当て返されて、車に当てられたんで、こう取ると、ジャンで、こうして、こんな感じ。になって、駒を取り返して、渡ってる兵があるので、赤がすごい良くなって、一気に200プラスになりました。で、なので、この時に、こっちはダメで、まああんまりなんか行く場所もないけど、まあ一回下がれば、まあ、こうして、取って、ジャンして、こんな感じで、なんだろう、数値的に赤0って金星を指してました、パソコンは。こんな感じで進みました。で、なので、まあこの時、こっちの方が良かったみたいです。で、こうして、こう当てられて、こうしたんですけど、先にこう当てて、こうして、こういう風に進む方が、なんか赤はまだ耐えてたみたいです。これで今赤がマイナス160です。これね。そこ。で、実戦はこうして、相手がこうしたんですけど、パソコンはこっちを進めてました。取って、取らせて、こうして、こんな感じで。進んでいくと、赤が良くない。黒が頑張ってて、赤マイナス290。だいたい300くらいのマイナスで、多分もうそろそろダメなやつですね。で、まあなので、こっちの方が黒はいいよって言ってました。で、相手下がって、もうこうしたらなんかしょうがないから取ったんですよね。で、こうなって、もうこれに当たってるんで、もう別に守ろうと思って守ったんですけど、で、こうなって、
こうなったらなんか渡りたくなるとか入りたくなるから入ったんですけど、パソコンはこっちを、多分この線を守る方を優先しろと言っていました。こうして、こうなって、これで、こんな風に進んでいくと、なんかまあ大変だけど、実験よりいいんじゃないかって言ってます。でも赤、プチ的にはマイナス270です。だからこれどうかな、わかんないけど。でも実験はこうしました。もうなんか、ソースで攻撃するしかないよね、と思って。で、これ取りました。で、これ渡って、これ下がって、こうして赤が今、マイナス110になりました。なんか回復してきた。大体こうしたんですけど、パソコンはもうこの視野上がらないと多分良くない。で、こうしたらこんな風に進んでいって、今こんな感じです。こうして、こうしました。これ取りまし、進みました。で、黒はこう進むといい。こうしたらまあジャンしてまた上がって、まあこれで大体引き分けになります。で、今見てきた変化、こうして、これ上がった時にこれ取ってっていう変化なんですけど、こうして、今これですね。こうして、これついた時に、こう下がんないで、こう取れば、もうなんか赤がすごい良くなります。これで取って。こんな感じになります。まあ、なので、なんだろう。この時、ここは、この方がでも、なんだろう。黒にとってはまだ良かったみたいです。ちゃんとしてれば。で、実際こうやって渡ったので、これが入りました。今、この形で赤が一気に590プラスになりました。で、なんか相手こうしたんですけど、こっから結構黒も大変で、パソコンで分析してもあんまり黒が良くなる手はないんですけど、一応こうしたら、こんな感じで、進んでいく雰囲気です。こうして、まあ下がったら取って、これで車が抜かれる。これだと赤が1600もプラスになる。でもなんかなかなかいい手もなくて、で、実践のこれで見ていくと、実践こう取ったんですけども、この時点で赤が980プラスなんで、黒大変。で、実践こうしたんですけど、なんだろうな、長生きしてる仕方 になっちゃうけど。で、これでこう入って、こうしたら、多分、なんだろう。これでもう次、これダメだから、ここが。取って、これで、赤が1260プラス。で、まあ、実践はこれで、ここで交換したいんだろうなと思ったんですけど、一手早い。これで、交換よりも早く、勝った。まあなんか、最後は、勝てたけど。でもどっからだろうな。どこだろうな。これでこう進んで。多分この辺から、ここからですね。ここまで入ってからすごい赤がやりやすくなった。ここまではまだ、多分、赤がマイナス100とかぐらいで、これで今マイナス100だった、110だったんですけど、多分これで一気に590プラスになった。って言っても、この時のこの黒の、こうじゃなくて、こうやって進むのが黒にとって良かったけど、こうしてこう取って、これで、ベストの対応は、これで、こうして、こうして、こうしてれば、引き分け。ここが黒の最後の引き分けチャンス。でもさっき見たみたいに、これもしこうやって間違えて、こうやって取ったら、赤が勝ちやすいですね。で、多分ここがポイントで、ここをこうしたから、仕上がらなかったから、これで、なんか、決まっちゃったやつですね。っていう感じで、まあなんか、コマ損してるくせになんかラッキーで勝っちゃったんですけど。でもこの試合コマ損してたけど、普通コマ損すると300、
50とかそれぐらいマイナスになるけど、コマーションしたばっかの時からそんな一気にマイナス300とかにはなってなかったんで、コマーションした瞬間。だからなんか黒としても、あ、黒じゃない、赤も形がまだ耐えてる形、耐えられる形だったみたいです。で、なんか運よく勝ったけど、でも、なんだろう、これはダメだった。この時、なんでこういうことしてるのか、なんかね、たまにそういうことしてるんですよ。でもまあこういう、なんて言うんだろう、割とポコポコ、早く指してる試合でもこういうミスが出るのは、ミスが出るから面白いといえば、家でやってる分には面白いですけど、これなんかちゃんとした試合でこういうことしたら大変なので、ちゃんとした試合は本当に慎重にやらなきゃなぁと思いました。だって、プラス400からマイナス170になった。でもこれがマイナス170で済んでんのが不思議ですね。だってどう考えてもこれでコマ損なのに、コマ損したてが200、マイナス200弱とかで、そういう意味ではなんか形的にここが耐えてる、いい形だったみたいですね。まあ相手の馬も後ろにあるし。でもまあ、今日はそんな試合でした、これは。分析するところはいっぱいありました。